楽しみいただいてるわけでしょうか。はい、ありがとうございます。これからは恒例の毎月してますカプタムタのパターンで参りたいと思います。曲を見つければ今日の曲を見つければ曲で行います。はい、高3年生からふるかけの道まで曲を参ります。まだね、ケーキタイムでやってると思いますので、急がなくて結構ですから、伝える方が待っていただきたいと思います。先ほどまではのど自慢でしたけどね、皆さんのご自身ののど自慢でございますので、楽しく頑張っていただきたいと思います。先ほど山本さんの方からね、紹介がありましたけども、いつもですとね、選曲は牧井さんが中心でね、来ていただくんですけど、今日は、メンバーとスタッフの皆さんに、自分たちの思い出、あるいはエピソードの曲を、ね、出してくださいということで、10曲を決めさせていただきます。いろんな曲があったんですけどね、リズムに10曲参りたいと思います。いいですかね。はい、それでは1曲目はですね、高校3年生ということでね、これはくしくもね、今井田さんとね、東谷さんが同じリクエストでございましてね、もう2人で喋って、2人で歌ってもらおうと思いますのでね、そしたらトークは東谷さんでやるからね、2人ともやってもらおうかな。はい、じゃあ今田さんからお願いします。ちょっと弱いね。高校3年生ですけども、この曲はですね、ちょうど東谷さんが高校3年生の時にヒットした曲です。私は社会人1年生で、船木和夫と私は同い年でして、彼は12月12日生まれ、私は12月19日生まれ。で、船木和夫はですね、私の母親が講演会の幹部をしておりまして、しょっちゅう船木和夫には会ってました。船木和夫のファンの女性、若い子の子がいっぱいうちにもよく遊びに行きました。全く縁がなかったです。そんなことで、私たちの青春の思い出を一緒にどうぞ。はい、私もですね、まあありましたけども、ちょうど高校3年生の時にね、修学旅行に行った時に修学旅行の歌が流行ったという、ひしくもね、そういう思い出が焼き付いてまして、青春時代の、ね、思い出の1ページに留まってる船木和夫の曲が学園広場とかね、それ以外もたくさんヒットしましたね。その時ね、青春歌謡祭壇のものだと思います。ということで、懐かしいということでリクエストしました。はい、以上です。はい、ほぼあれから60年に近い曲になりますので、皆さんもご支援楽しんでいただきます。よろしくお願いします。Oh, so
それではね、次はね、どんな思いで言っていただけるかな。松井さん、もしもピアノが弾いたら、どんな出会いやったんですかね。松井さん、お願いします。私、今ギターやっておりますけれど、昔はピアノに憧れていました。でピアノを弾いて、弾き語りができたらいいなと憧れたんですけど、結局は物にならずにギターで収まってしまいました。そういう曲で、この曲を選びました。はい、お願いします。はい、じゃあソングリーダーも一緒に待っていたんでお願いします。Thank you.
でございました。松井さんのピアノを、ね、聴けなかったとおっしゃってますけど、松井さんのギターが聴きたいからって言ってね、この歌声コンサートに見える方もたくさんいらっしゃるんですね。松井さんギターでよかったですね。ギターはね、私は単純にピアノも知りませんけどね、でも見てたらね、ピアノより難しいんじゃないかと思いますね。あれだけのお二人の方がね、あんだけの音を出すんですからね、しかも一遍に行くとも押さえてるんですよ、ね。はい、ありがとうございました。次はね、もう草津の会場でね、あ、そうそう、今日ご案内してますのは草津の会場と大宮島の会場の方にご案内してますので、主としてね。ですから今日はあの人見たことないなっておっしゃるかもわからないんで、まあ、ということで名札をね、つけてもらっているわけですけど、まあ、これが声でね、まあ、お友達でもらえたらいいかなと思っています。さて、話戻りますが、今は草津の会場でね、パワーポイントを送りをしていただいて、もう5年間ビシッと長原さんをね、やっていただいています。ありがとうございます。その長原さんから推薦で、函館の人ですね。で、ソングリーダーは光さんにお願いしますが、長原さんになんでこの曲ですかって聞いたらね、カラオケで初めて歌ったんですって。ね、きっとうまくできたんですよね。ですからこの曲はね、お祝いの曲にね、入っていらっしゃると思います。まあ、この函館の人もね、大変ヒットした曲でございます。それじゃあ歌唱をね、お願いします。この歌について、ね、これは私たちも歌えるのを持っておりました。
平成13年の10月31日から11月2日まで 岩手県の方に東日本大震災の日本というんでしょうかね、元気になってもらえればっていうふうにもらってて行きました。まあ、テイさんも言っていただきましたね。長い時間バスで往復2000キロですよ。バスでね、本当に。まあ、でもその行ったことでね、心の人に喜んでいただいてね、私たちも行くばっかのね、憧れてたかなと思ってます。まあ、それ以降も、 世界に行ったでは東日本大震災のブログくらいを覚えておられるかわかりませんけど、私たちは心の中にずっしり残っています。でこの時にですね、この曲を持っていく、東北の方ですから、この曲を持っていこうと思ってね、ペーパーとビリビリだったんですけど、さすがにこの曲は歌えなかったですね。あの人はもういないっていうところで、政治家でもう人が見てたくさんのカメラが並んでやられて、そこへ持ってきて、あの人はもういないっていう、 バイオリンするようなことだとても歌いません。ですけど、私たちはその気持ちをね、気持ちをずっと持ち続けてね、言っていますので、このハーモニカを歌は、本タイムとしては欠かせない曲になっておりますけど、皆さんもこんな気持ちでね、一緒に歌っていただいたら嬉しいと思います。で、ソングリーダーは三田さんでお願いします。
星影のワルツなんですね。この間の近江半島の河原町 の敬老会に行きましたらね、このメロディーで幸せのワルツという歌をね、替え歌になったんですよ。皆さん知ってます？あのね、全く同じでね、あれ CD かどうか出てるのか、あの検索していただいたらね、というのはこの歌はね、別れることは辛いけどね、仕方がないんだっていうのはダメ、まあ、それはそれで意味があるんですけど、まあ、なんかもっと明るいね、別れのワルツじゃなく次の発展が、ね、期待されるような別れのワルツにしたいっていうようなね、イメージの歌詞でしたよね。また皆さんもよかったらね、検索してみてください。で、これのあの推薦者はね、いつも2つの受付で頑張っていただいてます長谷川さんのね、が思い出の曲でされました。まあ、ご主人さんがね、この歌好きでね、一緒に歌われて、もう星影の輪っかでもご主人さん思い出されてね、思い出されてもう、ね、ご本命ですよ、知らないと、ご主人との好きな歌っていうことを思い出されてね、長谷川さんにちょっと一言と思ったけど、近くにいらっしゃらないんで、そういうことでございました。じゃあこれは井ノ原さんがね、ソングリーダーで言ってますね。いやいや、もう好きのうちやからやってもらわなあきませんね。出たくそうです。
が、どんな思い出ですかって聞いたんですが、あのね、今日マテータのご主人が来ていただいてます。マテータのご主人に、はい、内容をもらわれてです。マテータのご主人庭に行った限りから、ね、秘書が決められるんですが、そのご主人にマテータのご主人に二輪草で苗をもらわれたんで、小さいのね、それがね、言われた後立ちまして、お杉さんいるじゃないですか。育てられてました。それが綺麗なんですね。二輪草というのは春に咲くんですけどね、一つ遅れて咲くんですね。二つパッと咲くんじゃなくて、一つ遅れて咲く。まあ、それもちょっと可憐なところがあって、可憐なところがあって。でそれを見てね、もう二輪草を見て好きになりましたということで、今日は推薦してくれました。先に咲くのはどっちでしょうかというような話が、ね、よくあるんですけど、少し遅れてっていうのはね、どっちが遅れてるのかね、ご主人なのか奥さんなのか、まあ、そういう野暮な話をやめにして、二輪草をね、よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
大西さんがね、この曲をできているので、ザ・ピーナッツ、心の窓に入れてほしいよという曲なんです。はい、そのフリーダムをしていただきますけど、まずその演奏を。はい、この曲は私が、中学生、中学3年生の時っていうと、もうなん中学3年生っていうのを皆さんもやりましたよね。だから47、8年前になってしまうんですけれども、大宮八幡市で今もやられてるんですけど、小学校と中学校の代表の、代表で皆さん音楽祭がありまして、それを歌いに行くっていうことになった時に、私はなぜか、なんでそうなったのかわからないんですけれども、この歌を独唱してこいって言われて、ピアノの方と、そして私一人で歌いに行ったんです。そういう思い出があって、こうやってこのようなステージに立たせてもらっているのも、そこが原点かななんて思い出を語れって言われたら、そうなんだなと思いました。で、この心の窓に灯しみよっていうのも、今ザ・ピーナッツさんが歌っておられるって言われたんですけれども、ザ・ピーナッツさんが歌っておられる、その頃は中学校の教科書にあったんです。で、教科書に載ってて、これを歌ってこいっていうことで、追憶と、そして心の窓に灯しみよっていう2曲を歌いに行ったなって、今から考えたら思うんですけども、その歌を今日は思い出の曲にしたいと思います。この曲は昭和34年に作られた歌で、NHK の歳末助け合い運動の一環として、人を励ます歌っていうことで作られた歌だったそうです。それをザ・ピーナッツさんが歌っておられて、しばらくして私が中学生の頃には中学の教科書に載ってたという、そんな歌です。皆さんもご存知かと思います。一緒に歌ってください。
の天気でございますのでちょっと思いますね。次は川の流れのようにでございます。この美空ひばりの曲はね、本田さんの人生を鍛え上げた素晴らしい曲がたくさんあるので、美空ひばりファンは多いと思うんですけど、うちのスタッフの皆さんもね、あっという間に本田さんがいると思うので、ね、みんなこの美空ひばりのね、オールタイムで歌った川の流れがね、非常にいいって言ってね、大ファンなんですね。でもそういうことでファンの多いこの曲をね、早速いきましょう。川の流れのようにお願いします。知らず知らず歩いてきた
次、ね、もう一回一番バットなしネットの方で皆さんご一緒にお願いしたいと思います。いいですかね、カムコンでね。はい、はい、じゃあそれで一番準備します。 Bye.
山本さんの方からちょっとご案内がありますので、そのままちょっとお待ちください。はい、皆さん本当に今日はありがとうございました。本日の感謝の集いは以上で終了にさせていただきますが、今日はですね、たくさんのお客様です。一度に出口に向かいますとね、ちょっと危険ですので、私の方がテーブルごとにご案内させていただきます。そしてオンタイムのプレイヤーの皆様は出口の方でお客様をお見送りするという準備に入っていただきたいというふうに思います。